こんにちは。ネットで着物屋さんをしておりますヒロです。着物を快適に安く、着よう、そのために、自分で縫うっていうね、ミシンで縫おうっていうおすすめの動画でございます。それでですね、前半では仕立て上がりについて解説したんですけど、じゃあ今度は自分で縫った方がいいよっていう、サイズ感とかね、素材感がちょっと問題がありますから、なので汗を、吸ってくれたりとか、サイズ感が合ってる、ここら辺が足りてるとかね、そして、冬でも暖かくしたいとかね、そういった、願いを叶えるために、だいたい僕自身でどれぐらいの価格で仕上げてるのか、価格で素材だけ買ってくるのかっていうと、素材さえ買えば自分で縫えばもうそれ素材の価格ですからね。これなんかだと日暮里でね、メーター100円ぐらいだったと思うんですよ。もうこれね、自分で縫い始めた頃に買ったものなんですけど、メーター100円で、だいたいこれね、洋服用の生地幅なんで、普通だと反物っていうとね、12メーターとか必要なんですけど、もっと短くで結構作れちゃいますから、だいたい1メーター幅ぐらいだと5メーターの長さで足りてしまいます。そうすると500円、すごいですね、500円の着物ですよ。だから一体我々は何にお金を払ってきたのかってことですよね。呉服屋さんに行って、もちろんながらですよ、呉服屋さんのサービスも素晴らしく、そして反物も素晴らしくね、そして手縫いをしてくれる国内のね、仕立ての縫い子さんも素晴らしい、そういった数々のね、もちろん反物自体もね、いろんな職人さんの手を経てきていますから、そういったスキルの結集なわけですね、結晶なわけですよ。でもそこまでじゃないかなっていうライトユーザーは多いと思うんですよね。そこまでしてお金払わなくてもなみたいな、僕なんかだと洋服でもユニクロで気軽に、もう洋服あれユニクロもね、素晴らしい素材ですけど、最近はね、気軽にね、あんまり凝ったデザインとかじゃなくていいので、程よくかっこよく着られればいいなという派なんですけど、同様にですね、これなんか当時は消費税 8% ぐらいだったと思うんで、550円、530円とか、そのぐらいでできちゃったものだと思うんですよ。やっぱりね、素材がね、薄いんですよ。ですね、これ見えますかね、透け感がものすごくありますね。薄い、安いのはやっぱり薄いですからね。なので夏にしか着られない、もうほぼ浴衣扱いみたいな。でも浴衣ほどの、なんていうか、浴衣感があんまりないっていうか、シジラみたいに織りが入ってるわけでもないし、なのでちょっとだけ着物っぽいなっていう印象なので、夏に着る着物、そしてそこに羽織をつけたい場合とかね、茶席に行きたい場合とかに、まれに使うかなっていう程度のものです。じゃあもう一個いきますよ。今度もね、日暮里でね、偶然出会って安く、ね、買ってきたものなんですけど、やっぱり安く手に入るものってね、再生産してないみたいで、その場限りなんですよね。また同じもの欲しいと思ってもね、買えないんですけど、ちょっとこれスーツっぽい素材なんですけど、これメーター300円ぐらいだったと思います。なので結構地厚でね、300円でも地厚ってすごいですけど、こういう感じ、結構シックなスーツっぽい素材なんで、このなんか折り的にはツイードっぽいなんか、印象なんですけどね、細かくはね。なので完全に無地じゃないっていうのが着物だとすごく大事です。ペロッ、よく生地屋さんとかに行って、シーチングとかね、よく綿 100% の無地っていうコーナー行くと、完全に白とか完全にオレンジみたいな、そういう生地が売られてたりするんですけど、マーブル状とかね、そういったちょっと無地をね、ちょっと避けるような木とかね、そういったものだと
着物としては自然なんですけど、完全に無地ってなってしまうとすごく不自然な印象になるんですね、着物としてはね。なのでこれなんかはよくよく見るとあのツイードっぽいあの柄になっているので、すごく着物としては自然で、見た目にもねなかなかかっこいいものなんですけど、メーター300円なので5メーター買って1500円ぐらいですね。こういう感覚なんです、僕の、 あの着物を自分で着るっていうのは。なのでそれによってあのコーヒーこぼしてもまあしょうがないかなって思いますし、あとはそうですね、あの寿司ね、寿司食べて醤油こぼしてもまあいいかなっていう気持ちになります。これはねメーター1000円ぐらいで通販で買ったと思うんですけど、800円かな、で送料込みでだいたい5000円ぐらいです。だいたいね、楽天とかね、アマゾンとかで生地買うとメーター送料込みでまあ1000円ぐらいかなっていうのが相場だと思いますんで、なので僕にとって着物をあの買うっていうのは素材だけ買う感覚なので、まあ、5000円ぐらいだったりします。こういう感じですね。これ全部ミシンですね。 全ミシン、こちら1個前に紹介したものだと、これはね袖とか真面目に手縫いしてるんですけど、まあ今おすすめしている想定しているお相手はですね、手縫いしない方、あのよく小学校の時に玉留めとか習いましたよね、手縫いとかね、雑巾作ったりしたかなと思うんですけど、そういったこともめんどくさいと思うんで、あのミシンだけ、ミシンも小学校の時に習ったと思うんですけど、覚えてる方はぜひやってみていただきたいんですけど、こういうね全部ミシンであの作れてしまいますよという、はい、まあ作り方はね、あの若者着物のねブログでね、あのどのページにも型紙で作るあの着物みたいな感じで作り方の記事を書いてありますので、まあ、興味持ってくださった方はそこを見てみてほしいんですけど、これはですね、やっぱりこう 無地じゃない、ちょっとね男着物としては派手すぎるんですけどね、あの縞がねちょっと大きいからね、ただすごくいいのは、薄すぎなくて、あの一年中バランスよくなんとなく着られるかなっていう、でも夏はさすがに暑いんですけどね、真夏とかだとね、なので6月後半ぐらいから9月まではちょっと着られないかなっていう感じなんですけど、春秋冬は結構着られる、あの冬でもちょっとまあ暖かいっていう、綿 100% の素材です。でそれでいてあの無駄なツヤ感とかがないのでね、あのこれ綾織っていうね、あの織は布って、糸で作られてますけど、糸を織ることによってこう交差させることによって布って作られてますよね。それが1対1、縦糸と横糸で作りますよね。それが1対1の割合であの折っていくと、あのこれ平織りっていう、まあ、すごく正しいピシッとしたあの印象になるわけですけど、それだと完全に無地っていうね、いかにも着物が避けたいあの無地感になってしまうんですけど、無地感をちょっと避けるべく、あのこれよ細かく見るとこれ斜めにね、あの下、うん、白の糸 と色の糸が交差させられているんですけど、これがあの斜めに裏側の白い糸がチュン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 って見れるのが、まあ、分かるんですけどね、そういったことによって完全な無地感をあの避けているということでですね、なので、まあ、着物としてはすごく、まあ、いい見た目なわけです。で、こっちと比べると、まあ、汗も吸うしということで、あの結構5000円でこれが手に入るのがすごくいいなと思うんです。こちらも同じく、これサザンクロスっていう織り方なんですけど、織り方、これ凹凸があってですね、ちょっと見えるかな、こんな感じで凹凸のある織りなんです。なので完全にこのプリントとかはしてなくて、あの色合いとしても完全に無地なんですけど、あの織りの凹凸によってちょっと立体感があるので、あんまりペラッと一直線なあの印象にはならないというものですね。これもだいたい1000円ぐらいなので、
結構、まあ、5,000円ぐらいで仕立てることができて、僕としては、まあ、すごくリーズナブルというかね、気軽に着物を着られるっていう感じなわけです。これもまた、そんなに薄すぎないので、まあ、夏以外でね、春、秋、冬でこれを着ております。そういう感じでね、自分で着物を仕立てると、サイズ的にもね、これ結構裾が長めで作れたりしますんで、いろんな問題がね回避できまして、でお家とかでずっと着物を着たいという人向けにも快適な着物生活を安くすることができるんですね。たとえ綿素材で汗を吸ってくれたとしても、着物がお家でずっと着る分には着物が汚れちゃったら困るわけですよね。日常生活でご飯食べててこぼすなんていうことよくあると思いますし、ちょっと皿洗いたいとか洗濯をしたいっていう時にちょっとこの辺とか汚れちゃったりもするんですよね。なのでそういった時でもショックを受けないぐらいの価格で作りたいものだなと思うんです。なのでポリエステルで安くは手に入るんだけど汗は吸ってくれなくて一日中は着てられない、これはフォーマルなシチュエーションだけですね。で浴衣も安く手に入るけれども寒かったりちょっと格好がねもう一つだったりね、サイズ感がということで、まあ、自分で仕立てるのがいいかなと思うわけなんです。でなんでこの普段着物なのかという話なんですが、ですね、和の生活っていうのは結構楽しくてですね、例えばこの部屋和室で4畳半なんですけど、畳でね、で地べたで生活するのがすごく居心地が良くてですね、僕は1日椅子に座ってると足がむくんじゃったりする OL さんみたいな感じですんで、地べたで正座するのもすごく気持ちいいんですけど、まああぐらで生活、パソコンの作業をやるときとか結構僕あぐらだったりするんですけど、そういったね普段から和の生活をね、布団を敷いてね、畳に敷いて寝るみたいなのも結構好きなんですよ。で和室にね障子で障子の向こう側、ガラス窓の向こう側は植木をしてあったりとかね、そういった中で着物を着て油で過ごすっていうのは結構その雰囲気にマッチしていて、心が落ち着く、心が和むわけですね。和む、和を感じる生活、それによって心が和むっていうことなんです、はい、そういった生活を僕だけじゃねちょっと寂しい感じがしますから、そういった友達が増えるといいなと思って日々活動しているところなんです。はい、それではまた、ありがとうございました。